三重県第2区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止時の定数は3。第23回第39回は定数 4? 三重県の南半分を選挙区とした。現在の松阪市域は三重県第1区となり、残りは三重県第4区となる。自治体の名称は 第40回衆議院議員総選挙時点のものである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数43万7482人、投票率75.99%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数43万1399人、投票率 80.04%第38回衆議院議員。総選挙7月6日、執行当日有権者数、425,706人、投票率 77.、77.33%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、422,163人、投票率 75.、75.40%第36回衆議院議員。 総選挙6月22日執行当日有権者数415,645人投票率78.57%第35回衆議院議員総選挙10月7日執行当日有権者数413,095人投票率74.50%第34回衆議院議員総選挙12月5日執行当日有権者数 40万7267人、投票率75.20%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数39万6383人、投票率75.88%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数 39万750人投票率、81.26%、第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、37万2289人、投票率 83.、83.25%第30回衆議院議員、総選挙11月21日執行当日、有権者数、 37万4685人、投票率、579.28%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、36万7661人、投票率、574.91%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、 人投票率第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、人投票率第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、人投票率第25回衆議院議員総選挙10月1日執行、当日有権者数、人投票率第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、 当日有権者数、人投票率。第23回衆議院議員総選挙4月25日執行。当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。